今日はですね、まず7月28日に行われます、名古屋ダイモンドホール大会のこれはメインイベントの予定です。予定、大越列藩同盟と、B フォールドレスジャンキーズの、まあそれよりはですね、石川修司と自分の、タイトルマッチの前哨戦ということになってますが、試合形式としましては、桶狭間の試合で、試合は、死亡の死に、会うで試合で、終わり傾向と落城デスマッチという形で、合戦だと思ってます、石川修司と自分の。8月25日に組まれたタイトルマッチ、まあそれの、合戦の始まりは28かなと、はい。で、稽古と落城とありますけど、まあそれは見てのお楽しみで、はい。8月25の名古屋国際会議場、の大会ですけど、タイトルマッチなんですけど、形式全部のはまだ決まってないんですけど、こっちから提案したいのは、金網を、金網デスマッチをやりたいと思います。なんで俺と修司で金網かっていうと、なんかどうしても金網のイメージだと、最近だと金網の上から飛んだりとか、そういう立体的なのがあると思うけど、なんかそうじゃない、俺と修司にしかできないの金網もあると思うし、本当に何ですか、国際プロレスでラッシャー木村が金網デスマッチの鬼とか言われたような、あのような試合になると思います、はい。決して上から立体的なものがあるとかもないし、はい、で多分本当の俺出してないわけじゃないけど、気がディファレントな自分が出れば修司が逃げ出すかもしれない、逃げ出さないために金網を、はい、用意します。その他のアイテムについてはおいおい、はい、用意していきます。これも決定で、じゃあ言っておいてください。金網用意してください。